それではお待たせいたしました、松本明恵選手の登場です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。先ほどね、あの大きな花束も贈られていましたけれども、はいはい、なんか最近あのイメージカラーが赤な感じがしますよね。あのそうですね、着物とかも、はい、あの赤でしたし、やっぱりね赤いマントでね、はい、あそうですよね、クイーンズクライマックスも赤いマントですからね、はい、でも本当に忙しくないですか最近。ちょっと忙しかったですけど、はい、でもあの嬉しいことが続いてる忙しさなので、あの全然嬉しいです。あそうですか、はい、もう今日もねこのようなもう素晴らしい報告会させていただいて、はい、あの本当にありがとうございます。たくさんの方集まってくれましたね、はい、今日ねちょっと雪が心配だったんですけど、はい、そうですね、はい、本当に寒い中ねたくさんご来場いただいて本当にありがとうございます。まあ、秋江パワーでなんとか雪は降らずに。はい、そうですね。まあその優秀選手の表彰式や日韓三賞の表彰もありましたよね、はいはい、かなり忙しいんですけど、実はあのブス島先輩から、はい、あのお使いも頼まれたんでしょ。そうです、あのなんかブス島さんがツイッターでなんか、はい、ね、言われてたみたいで、すごいみんなに言われて、もう全然大したことないんですけど、あのスーツをね日韓三賞で着るはずだった大事なスーツをね、はい、お家に忘れて東京にルンルンで出てきちゃったみたいで。まさかのね、はい、スーツを忘れるというブス島選手、はい、でもあのうちブス島さんのうちと近いんで、あそうなんですか、すぐ行って、はい、あのまあ、ゆきみさんに、奥さんのゆきみさんと会って、まあ、ちょっとお話しして笑って受け取ってきました。届けてあげたんですね、はいはい、意外とおちょこちょいなんですかねブス島選手ね、なんかあの可愛らしかったですね。可愛らしい先輩で。でもねツイッターでは松本選手のこと神だと言ってましたから。いやもう本当に同じ群馬でいてよかったですねってなって、はい、あ本当ですよね、はい、どうするつもりだったんですか ね、 ね、やっぱこうスーツも仕立てたりとかするみたいで大変みたいですけどね。よかったです。うん、ただねレースもずっと続いてますし、はい、しばらくじゃあゆっくりはできてないんじゃないですか。そうですね、あでも次が14日の全県の地区戦なの で、 そうですよ、ね、少し空いてるのでそこで、うん、あのまたリセットして、はいはい、しっかり気持ちを入れていきたいと思います。クイーンズクライマックスの何かご褒美的なことはされました、はい、あまだ何にも全然。あそうですか、ずっと、ね、お仕事が忙しいですもんね、はい、じゃあ一旦こう地区戦とか終わってから考えようかなっていう感じですかね、はい、そうですね、うん、まあ、何にも考えてないですね。あそうですか。はい、特に何かこれしたいなとかどこか行きたいなって、これ欲しいなとかはあんまり最近欲しいものがなくて、はい、まあ、前からもそうだったんですけど、ね、何かもったいないですもんね、何かこう買いましょうか ね、 ね、記念に残るものぜひ、はい、買っていただきたいと思います、はい、あのね、すごくあのクイーンズクライマックスも売り上げがすごく良かったんですけど、ね、すごかったです ね、 はい、はい、あのね地元のゲストの方は松本選手でかなり増えたっていう方ももしかしたら、はい、本当ですか、もう、ね、皆さんありがとうございます。あ手振ってくださってますよ。ね、ゲストの方はきっと記念に何かもしかしたら買われたかもしれない、この優勝で。ありがとうございます。もうそれを見たら私を思い出し、また船券を買ってください。そうですね、はい、まあ、まだ皆さんの記憶に新しいプレミアム G1 のクイーンズクライマックスなんですけれども、はい、ちょっとねそのお話も伺いたいんですが、はい、まあ、平和島といえばやっぱり思い出の水面だったじゃないですか、はい、そうですね、もう2回も撮らせていただいたのでもう、うん、もう大好きな水面になりましたね。本当に最初からあのモーター引いた時から手応えは良かったですか、はい、いや、まあ、モーターのこともよくわからない状態で、まあ、あまり考えないでいこうと思ってたので、はい、まあ、引いてからいいエンジンっていうのを聞いて、あで前傾は全くわからなかったですね。あそうですか、はい、その前傾の日がすごく暖かくて、あ、はいはい、回転も上がってなかったし、いい感じは正直全然しなかったんですよね、あそうだったんですね、はい、実際じゃあ何か手応え感じた瞬間といいますか、はい、レースありました。次の日の初日で試運転をして、はい、まあ、いろいろプロペラを叩いているうちにだんだん反応が出てきてくれたので、でも実際足の方とかは分からなかったんですけど、これでいけるであろうっていう感じで、はい、とりあえず一走行ってみた感じだったんですけど、あのレースに行った感じがすごく良かった。
たんで、そこでやっぱりいいエンジンなんだなと思いました。じゃあそこからはもうモーターにも自信を持って信頼していけた、はいはい、特にね皆さん の印象に残ったかもしれない3戦目のちょっとコースにも動きがあったりして、5号艇でしたけど、4コース、はいはい、そこから指しての勝利、はい、あったじゃないですか。あれは大きかったですね。コースもどこのコースになるか分からなかったですし、6コースから、かましてとかもあるかなと思ったんですけど、そんなにスタートに自信がなかったんで、でも6コース2回目も嫌だったんで、もうここは取れるコースは取りたいなという感じで行って、でも展開がすごく良かったですし、もう締められてもしょうがない展開だったんですけど、やっぱりあそこはエンジンの伸びでカバーできて、ね、展開つけたんで良かったですね。本当にいいレースだったと思います。あの勝利でね、1号艇を手に入れたということですからね、優勝戦ですね、すごいもう点数も僅差だったんで、もう誰が優勝戦に乗れるのか全くわからない状態だったんで、そうでしたよね。まさかね1号艇になれるとは思ってなかったんで、びっくりしましたけど。そうですか。はい、でもあのシリーズ特に平和島とはいえ1号艇だからといって、決して安心できる流れじゃなかったですもんね。もう1号艇がもうみんな勝ててるレースじゃなかったですもんね。すごかったですよね。配当ももう毎日大きな配当が飛び出してっていう、もうシリーズもね含めて結構波乱が多い節だったなと思ったんで、で風が結構一節通して強かった感じなんですよ ね。強弱が結構あったんで、でも、あとはスタートがいけるかどうかかなっていう感じはしました。もう足は言うことはなかったです。なるほど、もうじゃああとは自分がスタートさえいければ、勝てると。結構あの時にもみんな言ってたんですけど、11レースと12レースの時間の差がすごくて、12レースになるともう気温がもうぐっと下がると言って、もう全然違う別物のレースになるって言ってたんですけど、なんか大丈夫そうな気がすると思って、そのままの形で行きました。ずっと走ってた形で。それは正解だった、正解だったと思います。なるほど。そんなに寒くならなかったです。だから、いろんなものが私に味方してくれたかなとは思いますね。本当ですね、なんかこのままでいい気がするって思ったんですね。今日は大丈夫な気がするって思って、やっぱりこうレースってそういう何かあるんでしょうね。なんか流れがあるんだなと思いました。で、流れがもし来てるんだったら、私にいい流れになってくれるはずみたいな、こうポジティブな、捉え方もしてたんですけど、で、風がすごい止んで、一番もうあの節の中でも一番いい水面だったんじゃないかなっていうぐらい、もうピタッと止んで、そうでしたね。実際こう、みんな多分全速ではいけてなかったと思うんですよ。そうなんですね。山川さんだけしっかりスタートしたかなっていう印象なんですけども、最後にはスリットはもうしっかりみんな揃ってて、そうでしたよね、抜けた人もいなかったんで、1マーク集中して自分のターンできましたね。そうですよね。自身がスタートしっかりいっても、いわゆる壁がないとっていうところもあったりしますけど、綺麗に揃ってましたからね。そうですね。どうでした、平和島の水面でたくさんファンの方もね応援されてたと思いますけど、2年前と同じようにね、たくさんの方が残ってくれて、ウィニングランもたくさん手振ってくださって、桐生からもたくさん応援してしにね来てくださってて、本当にありがとうございました。感無量でした。でも風が結構速いスピードで走ったから、もうなんか口とかもすごい乾いちゃって。だけど嬉しかったです。ありがとうございました。ね、大晦日の寒い水面ですけど、もうそれを感じないぐらいやっぱり熱い声援がね、いっぱい来てましたからね。やっぱりゲストの皆さんの声援は一番力になりますよね。それが一番ですね、私にとっては。やっぱ地元の方の声援っていうのはまたちょっと違うものがありますし、わざわざね来てくださる方が多かったんで、声かけていただいてリラックスもできたし、こんなに応援してくれてるんだなと思って、もうとっても幸せでした。私はありがとうございます。
でも昨年そのクイーンズクライマックスを松本選手が締めてくれたおかげで、ね、去年は本当に群馬支部の活躍がさらに引き立ったなという、うん、はい、いやもう私がその流れに乗らせていただいた感じです。ブス島さんも、はい、はじめもう関君もヤングダービーもそうですよね、はい、関選手ももう群馬支部も素晴らしい選手がたくさんいますんで、その流れに乗れて光栄です。うん、まあ、先ほどちょっとお話もありましたけど、この後が2月15日から平和島の関東地区戦ですね。はい、そうです。ここも大きな舞台ですね。はい、まあ、今年は平和島なんで、はい、まあ、できたらまた同じモーター引いて頑張りたいなと思います。本当ですよね、高愛城の平和島ですからね。はい、かなり強豪揃いですけれども、はい、男子選手と走るときって何か逆こう女子シリーズと違う気にかけているところとかあったりします？でもやっぱりレースの展開とか、はい、道中の走り方なんかとは結構女子だけとは変わってきたりしますね。はいはい、まあ、厳しいレースもありますし、結構なんですかね、まあ、スピードも結構違ったりとかするんですけど、まあ、でも私は混合戦好きです。あ、そうですか。はい、松本選手はね、走り方レーススタイルとしては結構こう差しとかまくり差しも多いじゃないですか。はい、そういうところを考えると、はい、こう男子選手のレースの方が走りやすかったり、はい、逆にしたりしますかね。するところもありますね。女子レースの走り方とはちょっとまた違う感じです。あ、はい、なんて言ってらいいのか分かんないですけど、はい、1マークとかも結構展開が結構ばらついたりとかすることが多いイメージというか、はい、まあ、行く行かないがすごく分かりやすいっていうんですか、はいはいはい、誰が行く誰が行かないっていうのが、うん、じゃあ展開も本当ある時にはあるって感じですよね。そうですね。はい、じゃあぜひ地区戦でも活躍して、はい、期待したいと思います。ちょっとね、絶品のまくり差し見たいですね、皆さんね。頑張りたいですね。でもね、すごい方たちばっかりでね、こう関東のトップレーサーが集まっているレースなんで、まあ、少しでも、まあ、食い込めればという感じで頑張ります。でもね、去年のボンレースも優勝してますから。の時もすごく出てました。ね、はい、もうすごく良かったです。うん、そして3月には小島のレディースオールスター、はい、ね、皆さんの投票の、はい、はい、おかげで、たくさんの投票ありがとうございました。またその、クイーンズクライマックスの優勝もありましたので、クラシックも出場になります。はい、そうなんですよね。はい、久しぶりに1年ぶりに、また SG 走れることになったんですけど、はい、まあ、もう SG には当分いけないかもしれないと思ってたところの、ね、出場権が得られたので、はい、嬉しいなと思って、もう自分ができることを精一杯やってこようと思います。大きな舞台ですからね。はい、はい、楽しみで、いっぱい吸収するものもきっとありそうですね。はい、はい、ではですね、まあ、今後の目標も含めまして、はい、ではゲストの皆様に最後に一言いただいてよろしいでしょうか。はい、本日は寒い中、もう雪予報も出ている中、たくさんご来場いただいて本当にありがとうございます。このような素晴らしい報告会をさせていただけて、本当に嬉しいです。地元の桐生さんに少しでもこれからもっともっとたくさん恩返しができたらなと思います。またこういういい報告ができるように今年も精一杯頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん活躍に期待してください。